おはようございます。速稼塾の久保です。参院選が大方肩がつきまして、注目のね NHK 党は議席を一つ確保して比例でガーシー、そしてですね、見込みではあるんですけども、政党要求を満たして国政政党としての得票率比例で 2.0 をクリアして、本当カツカツ 2.03 とか04ぐらいで、おおむね政党要求維持ということだというふうに思います。まだ確定ではないですけどもね、おおむねそういう見込みになって、ほっと胸を撫で下ろす段階かなと思います。けどね、ここまで来れたのも、当初の立花孝志さんの判断もやっぱすさまじかったなと思うのは、突然出てきた YouTuber のガーシー、これを自分の政党に引き込んでドバイに面談に行って、で当選させるまでの道のりを引く、そしてそこにガーシーもチャンスとばかりに様々な自分一人ではできなかった拡散暴露、それから裏付けってものを国政政党 NHK 党というものを通じて爆発させたってところ、さらにそこにずっとね思うところがあったんでしょう。堀江貴文さん、その他光さんとかね、三崎優太さんが合流して DJ 社長まで来たと。その他にも有名な YouTuber さんが、私は有名ではないですけどね続々と参加して今回の到達点に来たのかなと思うんですよ。さらにですよ、さらにそれまでの副党首を、ちょっとこれは名前は言いませんけども、解任してですね、そして黒川敦彦さんを幹事長に迎えたのは良かったんですけども、ずっと黒川敦彦さんは自分が NHK とナンバーワンで押してもらえると思ったところだったと思うんですよ。それがいきなり現れたガーシーを受け入れて、ガーシーも応援しながら自分が一歩身を引いてこの NHK 党の存続を優先させたというところに、黒木川敦彦さんのね手腕があったのかなと思います。その他にも様々ですよ。やっぱりいきなり来た党首がいきなり抜擢してきた人を承服できるのかっていうと、非常に複雑な問題あったと思うんですよ。でもきちんと斉藤さんもそうですけどもね、堀江さんのマネージャーとしてずっと押してもらったのを、もうガーシーが NHK 党のナンバーワンで押していくんだったら自分の出番はないなと思うところでも、ちゃんと NHK 党の存続を優先して、 NHK 党が存在する限り自分にもチャンスはあるってことをきちんと理解できたところなのかなと思います。そしてガーシーをナンバーワンで立花孝志さんが押した、その意味をよく分かっていたってことなんですよね。黒川敦彦さんも斉藤さんもその他の人も、自分には NHK 党の中の役割があって、それは議席を自分がちょこんと座ることではないと、とりあえず誰でもいいから一番可能性のある人をそこに押し込んで、その後さらに体制を固めた NHK 党で自分がどういうふうにガーシーに負けないようにね、次の議席を狙っていくかっていうことを見えたことなんじゃないかなと思いますね。さらに言えばですね、ガーシーは任期を満了する前に、政治家を辞めるでしょう。そして元政治家 YouTuber としてガーシーが再出発する中で、繰り上げ当選が十分考えられるから焦ることがないというふうな思いもあったのかもしれませんね。でも本当のチームプレーで、あるものはチームを離れ、あるものはチームにさらに深く寄り添い、土壇場で突っ込んだんじゃないかなと思います。全てはね、緻密な立花孝志さんの計算があって、これでダメならしょうがないっていうところまで来たんじゃないかなと思います。最善を尽くす、まさにそういった姿を今見せていただいているところですね。現在7月11日の3時54分です。結果が決まりましたよってところまでいかないですけども、ほぼ決まりというところでこの放送をさせてもらいました。さあ、どんでん返しあるんでしょうか。 NHK 党が多分この日本で最後の良心になるんではないかなと思いますね。真実を明らかにする日を待っています。それでは失礼します。